じゃあ続きからやっていきます。危険回避かな。はい、やっていこう。あ、やばい、何個エンディングあんのか見てなかった。ステージ11から始めていき、ネズミになった。まあこのままストレートに行ったらダメなんでしょうね。ダメなの。あー、猫、そっちか。じゃあ、10円、車に10円。はあ、なんかよくわかんないけど、とりあえずお箸どうぞ。こういうこと？お箸だったら取れるってこと？それはね、痛い。じゃあ箸はないな。箸はない。じゃあこのまま車に乗せてみる？誰が見て？痛い。エンディングがわからない。エンディングがわからない。これ全部取れるかどうかもわかんない。じゃあ順位つけた。なんで？どういうこと？なんで10円つけるとドシンなの？あ、でもなんか、これで進めるんじゃない？ほら、いけんじゃない？箸だよ、ここで箸だよ。箸を手に入れてさ、でさ、さっきのさ、この合体車さんにさ、乗っかってさ、こうして、で、箸だよ。で、ゴーだ。ゴー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 。これならすっ、よし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 、オッケー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 。でもね、まだ1個エンディング足りないのよ。それをなんとかしないとダメなんだよね。あと1個のエンディングってどうすりゃいいんだ。これ10円だけ使ってみる。はい、おお、げえ、どういうこと。何？どういうこと？もう取るものがないから結局こうなっちゃうんだよな。これじゃまずいよな。もう一個のエンディングをどうやって取るかを考えないとダメだ。取れてる！多分だけど10円玉を使っていればよかったのかな。そういうことかな。うん、多分そう。まあ取れてればいいよ。取れてればいいさ。はい、じゃあ次、ボロ服回避。ボロ服回避ってどういうこと？ステージ12ですね。はい、ボロ服。わー、ボロ服。何これ、大きいのと小さいの選べばいいの？じゃあとりあえず小さいのどうぞ。残り物には服があり、洋服的な勇者。これでは無理。じゃあさ、次はさ、大きい方にすればいいんじゃない？大きい方だったらたくさん入ってるでしょ。なんかさ、そのじゃじゃーん、完全に小物だよ。もう何すればいいかが、姫に ついたら犯罪者だよ。勇者歓迎会歓迎されてない。じゃあ王様にピシピシはできない。何これ、ダイヤ？メガネ？どうぞ。メガネ使えないの？じゃあ何に使うんだよ、これ。なんだこれ？ん？お？何これ？いや、宝石なのはわかるけど。あ、もしかして、なんかこういう感じ？あ、違う。そういうわけではない。じゃあ、赤い宝石は何に使うの？なんでだ。まあそりゃそうか、窃盗だわ。そりゃそうだわ、ダメだわ。じゃあもう手っ取り早く青い宝石はどうなんのよ。いい感じじゃないですか。あ、結局ダメなのね。結局ダメか。そりゃそうだよね。うん、窃盗だね。なんで私色違いで同じこと言わなくちゃいけないし、同じことやらないかんのよ。で、これ何？待って、これ鍵っぽく見えない？鍵っぽく見えるんだけど、あ、でも関係ないか。どうすればいいかがわからない。何か、おー、何これ、ピ
かいや。はっ、もしや。これ、三つ入れるのか。あ、なるほど。姫が右にいるからピンク。真ん中は王様で赤。で、残り、オスってことで青。いや、合ってるかどうかわかんないけど。で、違う。違うよ。あ、おお、なるほど。ピンク色が欲しかったのか。なるほどね。ピンク色か。なるほど。え、じゃあ何、ピーチ姫にでもなりたいの。まあいいや。って出たよ。次が問題だよね。だからって感じなんだよ。え、これはいらない。じゃあ緑で赤で青ってこと？これ待ってよ。これはちょっと、素晴らしい。なんかどっかで見たことあるような勇者の格好。音が消えちゃったよ。はい、これで12も全部クリアしたね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ続いて13、ステージ13行こっかな。ほいよ。はい、ステージ13が泡回避。泡回避？お風呂なの？ちょっと待って、気になる。気になる、この単語の14の下。これ気に、うわ、世紀末もいるじゃん。あ、まあ、順番にやるのがすごくもう、もどかしい。これが3つだか4つだかエンディングあった気がする。また回数数えの。え、行くも、え、なんで石鹸最初から持ってんじゃん。はい、どうぞ。あ、でも泡を回避するのか。あー、なんでなんでなんで、目なの。目か、目はまずいな。でも私一回これなんかほら、いや、ちょ、待って。じゃちょっと待って。会話の前にこの育毛剤気になるんだけど。この育毛すると、一生分伸びてるよ。でね、この泡、目に入るよりどっちかっていうとさ、ってした時に、喉の奥に張り付いた時の方がやばかった気がする。え、なんか、なんもできないの？あ、タオルあんじゃん。タオルで拭いたらここ。あ？なにこれ？シャンプーハットだ！シャンプーハット？シャンプーハットするの？まあでも確かにこうすれば目には入らないとは思うけど。多分ね。おお、洗えた洗えた。でもそれさ、ちょっと待って、ちょっと待って。襟足の方が洗えて、それでいいの？大丈夫？それで本当に。でもね、それだとまだエンディング回収できてないんだわ。エンド回収できないと困るから、おそらくだけど鏡を拭いた状態で、石鹸を渡す。だったら、これだったら多分、ああ、結局見ないのね、鏡を。じゃあ、どうすればいいんだろう。アヒルさんを取るはできないし。何をすれば、回収できるんだろう。行くもん。タオルを彼に渡す。目隠し！やったこれ。私も小さい時これやられたけど、これ意味ないんだよね。そう、染み込んでくるから意味ないんだよ。あー、なんかすんごく嫌な終わり方。でもこれでエンディング全部回収できてるよ。ほら、ね？もうなんか嫌な終わり方だね。はい、じゃあ次、罠回避。罠を回避するのね。荒ぶってるな。あ、なんかすんごい豪華。え、なんか、え、ちょっと、なにこれ、ひも、え、なんかいる。え、いない、いなくなった。え、こういうこと。あー、こうすると、あー、なるほどね。え、でも、これだとまずいのでは？何？何？ドラキュラいるんじゃん。
ドラキュラー。ちょっと待って、今さ、よく見たらさ、このステージ15、9個あるんだけど。え、もう9個も集め、あ、しまった、進め押しちゃった。6、ラーク、あ、終わった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 。なんでほうき持ってるんだよ、飛ぶの。9個かい、9、うえ、もうやっぱりいなくなった。9個も回収するのってかなり大変じゃない？これ窓の光ありなしとかもあんのかな。苔、別にこの後取れるわけではない。これをか直接取りに行くと多分何かに、あ、やってしまった。で、これ取るとダメなんだよね。これ取るとでもガーって音がするはず。これで逃げてみる。逃げるとベシャンコになる。ああ、そっか、一回左に戻ればいいのか。そうだ、甲冑を手に入れればいいんじゃない。こう、こうすれば、あ、おー、やったー。で、これならいけんじゃない。いけるよね、これ。で、これ手に入れてさ、で、この中に隠れる。どうや、大丈夫だね。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。全然よくねー。あと3つあるよ。はい、じゃあこれ着せて、で、取る。取った状態でドラキュラをタップすると、やっぱり連れてかれるんだ。そうか、取ったらバレちゃうんだ。なるほど、なるほど、なるほど。あ、じゃあこれが一つか。よしよし、あと二つね、あと二つ。このロープ使ってさ、このさ、下半身がケンタロウスな方。下半身がケンタロウス？下半身が獣な、いや、やめよ。まあ、このケンタロウスさんって捕まえらんないの。あ、捕まえらんないんだ。ダメなんだね。よし。はい。じゃあ甲冑着てこれ取って、で逃げるか。逃げれば、もし潰されるならそれはそれで、あー、つまずいた。マジか、つまずくんだ。そうかそうか。はい、じゃあこれで2個目、あと1個。あと1個どうすりゃいいの。これは難問かもしれない。脱いで取って隠れる。やったー、これならいけるんじゃない。あ、そうだよそうだよ、これだよ。友達と一緒に、え、嘘、友達と一緒にグルになってだったの。あ、これだよ、これ、これ、これだったら OK じゃない。よし、終わった。すごい頑張ったと思う。よし、次に行こう。心霊回避、エンディングが4つ。心霊回避、あんまり怖いのはちょっとな、受けがな、悪くなるからな。え、どういうこと。おいでおいでされてない。瞬間髪が伸びてきてる。何これ、マガタマ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 、何使うの、マガタマ。あ、ここにもマガタマがある。寄ってくる。神、誰、え、とりあえず1回動くことに
目の前の幽霊が動くと、ここは開けてはいけない。勾玉をなぜか集めなければいけないってこと。タップするごとに近づいてくるのはどういうこと。他に勾玉ってある。他に勾玉ってありますかね。下手なとこタップできない。勾玉を3つ。なにこれ。わー、電話鳴ってます、電話鳴ってます。はい、もしもし。え、わー、電話閉じ込められた。今まで見たことないような顔してたよ、少年。じゃあとりあえず勾玉を取って、で、数珠にすると、で、この数珠にしたらどうすりゃいいんだ。こうすんの？こうすんのか！こうすると？おぉ！お、おだ！おだーおだーめっちゃ怖いな、これ。電話ずっと鳴ってるんですけど。電話ずっと鳴ってるんですけど。電話？あれ？わ、すんげー悲しい。それはちょっとタイミングを逃しててすんげー悲しい。1個足りない。なるほど、あれかな、お札貼らないで、で、それでっていう流れかな。なんかそんな気がする。なんかあのお札貼るところ、なんかめちゃくちゃシビアだったもん。いや、シビアかどうかわかんないけど、私の中ではシビアだったの。あそこまで来られるとさすがに怖いな。で、これこうやってつけて、苦しんでるところで一旦お札取って、もう一回来るんだけど、お札を貼らないで、こう。こう、こう。あれ？あれ？あれ？別にだな。あー、こうだ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 ！うわ、今までに見たことない顔してる。すごい、すごい、すごい、すごい。はい、これで OK だ。よしよしよし、次行こう。次が、あ、ごめんなさい、私さっき14じゃなくて15やってたんだね。そうか、15、14ってやっちゃったんだ。失礼しました。まあいいや。じゃあ次16いきます。不良回避かな。これもエンディングが4つ。順番間違えてやってたの。パン、フランスパン、ポンパドールってこと。おう、どこから手をつけるべき。とりあえずこのちょっと危険な向き、なんと向きが変えられるのはなぜだろう。水？ん？どういうこと？この世紀末みたいな人たちは一体？お？なんでそんな意地悪するの？でも可愛い意地悪の仕方だね。さてどうしようかな。おばちゃんは何？おばちゃんパン。まあ、うん、ポンパドールね。うん、え、これと、え、これと何、水はいじられてるじゃん。え、ちょっと待って、水道とか何なの。え、水道とかって何に使うの。こういうこと。違う。こういうこと。違う。何だろう。え、食べる？食べない。あ、なんだこれ、ホースついてるじゃん。あ、じゃあこうして、こうして、あーひどい、ホース、嘘、それはありなの？え、これでいいの？つまり、こうして、こうすると、次のエンディングだ！少年！少年！なんか毎回すんごく心が痛いの。すごく心が痛い。
はい、これで OK かな。はい、OK です。じゃあ次行きましょう。ステージ17かな。囚われ回避、これ最も気になったやつね。うわぁ、ベンってやつじゃん、ベンって。どこから手をつけるべき。とりあえずこのページから手をつけられそうなところを手つけていこうかな。なに、うわぁ、なにこれ、遺伝子から変えられてるってこと。なにこれ、めっちゃ怖いやん。こっちにすると何？結局一緒？なんだ、時計回るぞ。すげえ、時計が回る。3時のおやつだ。どこ行くの？お、アンロックされたぞ。いけんじゃん。なんか嫌な予感がする。なんか嫌な予感するけど、これで合って。カードを発見したよ。これ以外は他に取れないのかな。こうすんの。おー、なるほど、これで人間にすんのね。じゃあ時計をやって、でロック解除で、そーっと出る。これならいいんじゃない。あれでもさ、あれあと何個あった、エンディング。あれ？あともう一個ぐらいエンディングあるよね。そこに何があったんだ、少年。あれでもなんか、ちょっと、大きくな、いや、まあまあまあ、そんなこと気にしない。そんなことは気にしないよ。あと二つエンディングがない、足りないんだよね。あと二つエンディングが足りないってどういうこと？じゃあ。ライトセーバー取れたよ。あ、ライトセーバーって言っちゃった。取った、取って。こういうこと？これでじゃあ、ロック解除して。なんで倒れない。なんで自分だと出せないの？それ出すためになんか必要なの？一本だけ渡すスタイル。これだー。やめかー。ブワーって行かないかー。精神力とか使うの？あ、でもこれでいいんじゃない？これでいけるんじゃないかな。ちょっと待って。はい、オッケー。やった。次がすれ違い回避か。これもエンディング5個ですね。じゃあこっちも行っちゃいましょうね。いくつまであるんだろう。まあ20ぐらいまでいければいいかなと思ってるんだけど、まあとりあえずやっていきましょうね。すれ違い回避、誰かと買い物に来てるで、ね、危なー、ダメだよ、そういうことしたらって、私がやらしたんだ、ごめんね少年。まあ、普通に乗ったら、すれ違うんだよね。ここですよ！なんで気づかない？で？あ、それでおしまい？あ、なるほど。これにならないようにするのね。はいはい、了解です、了解です。でも、ここに何すればいいんだろう。あ？あ、友人いるじゃん。友人。いやー、久しぶりって。友達知らなかった？知らないよ。じゃあ一緒に行こうか。バイバイ。これじゃあまずいな。これではまずいな。うん。非常にまずい。とりあえず友達を取って、じゃあ友達を友達のところに行かせて、帰る。ダメだったかもしれない。ダメだったかもしれない。同じことの繰り返しかもしれない。これで、でもエンディングが変わるかもしれない。どうかな、変わらない気がする。待って、
てどうしようかな。この少年をどこに置くかだよな。どっか別のとこに置けないのかな。いや、置くっていうのもおかしな話なんだけどね。あ、戻った。戻らないで、巣に帰らないでください。どうしようかな。まあ、でもここかな、やっぱり。で、これで乗ってみる。これで乗ると、あ、そうか。友達が引き止めといてくれるからすれ違わないんだ。なるほど、なるほど。なんかでもこれだとエンディングが足りない気がするぞ。ちょっと見てみようかな。足りてるね。足りてるね。あ、よかった。はい、じゃあ次、行きましょうね。19か。ワンダブル回避。ワンダブル。あ、そういうこと。オッケー。はい、こっちも5個エンディングかな。うん。よし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 。順調ではないけど、順調にできてる。この状況で、なぜ飼い主はぼーっとしてるの？どうすりゃいいのこれ。普通には無理なのね。普通には。あ、首輪が1個抜けてるな。首輪を、じゃあ飼い主さんからいただきましょうか。ください。くれない。なるほどね。どうすりゃいいのこれ。あれ？あれ？それはちょっと予想外だよ。どうしようかな。あ、物欲しい竿。うん？これでは猫じゃらしではないか。はい。え？弟の腕力。え、どうすればいいんだろうこれで。え、これでどうすればいいの？いやいや、やばいやばいやばい。これで下がったらまずいって、下がったらまずいって、下がる前に何かをしなければいけないんだけど、下がる前に何かをしなければいけないんだけど、何かをする、何をすればいいのかわからない。何をすればいいかわかんない。あー、少年。でも、なんかめちゃくちゃ喜ばれてるじゃん。他には特に何も取れないよね。うん。じゃあ、やっぱりこうなのかな。もらうわけではない。やっぱこうか。これで何すればいいんだろう。この状態でずっとプルプルしてる少年に向かって吠える。あれ、犬取れた。犬取れんじゃん。はい。あれ、これだったらいいんじゃない。ん、ビスケット、これを渡す。これだー。よーし、芋だー。あれ、なんかこの後このお兄さんとお姉さんもしかしたらっていうことはないよね。そうだよね。ちょっと恋愛の過ぎか。そうだよね。1個エンディング足りないか。1個、もう1個やってみよう。もう1個は多分だけど、これ作ってこうして、ここまでやったら一匹取ってこうして、この状態で落ちるだと思う。これだったらダメか。結局物干し竿だけ渡す。物干し竿だけだ。それは無理だと思う。渡しといた私が言うのもなんだけど、とりあえず回収できたね。よし、じゃあラスト20行きましょう。ラストじゃないけど。はい、小声回避2。ここまでやったら、多分だけど動画時間がね、まとめたらすごいことになっちゃうと思うんで、今回はこれでおしまいにして、また次に回そうかなと思ってます。はい、じゃあ行きましょう。小声回避2。小声回避2ってことはさ、だよね。そうだよね。まあ、ほんとうるさいな。なんだよ、どうしたら。痛い。なにこれ、静電気？それとも何、ビリビリの仕掛けが何か仕掛けられてる。いや、もう、なんなのこれ。とりあえずこれを着てもらおう。ビリビリの仕掛けが仕掛けられてるのはちょっと困るんだよな。なにこれ。電池。電池あげる。はい。電池じゃないの？電池じゃないの？どうしたの僕。え？でもこれだとバチってするんでしょ？また。バチってするのは嫌なんだけど。なんかないの？何
もない。弟も何も。バチってするんでしょ、ほら。じゃあもうこれを弟にあげる。ダメか。どうすればいいんだろう。全然進まないです。進まないと困るんよ。何すればいいんだろう。そんな、じゃあ電池コメさんだったらこれだったらいけんじゃない。ほら、友達だー。おー、手が冷たい。そりゃそうだわ。つまりさ、何も着ないでいけばエンド回収だよね。そうだよね、このまま何も。こーたこーちゃん、ごめん、本当にごめん、本当にごめんね。じゃあちょっとまともにやりましょうね。で、少年にこのなんか充電してもらって、でこれを弟にあげて、で手袋をもらう。はい、手袋して、はい、これで OK だ。よーし、遊びに行こう。これだったら寒くないけど、家の中に雪が入るのはまずいんじゃないかな。お母さんに怒られないかな。ママ、これでいいんじゃない。どれどれ、どうですか。よーし、オッケー。また次回に続きます。お疲れ様です。